よろしくお願いします。はい、どうも日本テレビです。はい、今回のサミットにおいて、まあ、日韓、請求権協定に、まあ、違反するなど、国と国とのですね、信頼関係を損なう、対応がですね、残念ながら、続いている、まあ、韓国側は続けているわけでありますが、日本はその中にあってもですね、現在の北東アジアの安全保障環境に照らせばですね、日米韓の協力に影響を与えてはならないという観点から対応してまいりました。今後とも米国としっかりと連携をしながら地域の平和と安定を確保する、また日本の安全を守るためにですね、対応していきたいとこう思っています。イスラエルはただいま戦時中